にちは、めぐです。こんにちは、かっちゃんです。かっちゃん先生、はい、なんだか、はい、ここ最近美女続きで嬉しいですね、うん、ね、しかも、ね、また今回はですね、非常に愛らしい、はい、はい、可愛らしい方々たちがキスナーということでですね、来てくれてるんですよね、はい。どっから連れてきたんですか？なんでやねん別にそんな落ちてるわけじゃないからさそっかそっか、まあいろいろね、人のご縁でね、はい、ありがたいですよね、はい、はい。それでは早速お迎えしたいと思います。キスナーの堀内恵美さん、宮北亜希さんのお二人です。どうぞ。ようこそ、ようこそ。こんにちは。こんにちは。かわいい。めっちゃかわいい香りが違う、ね、学校が一緒、学校が一緒なの？高校が一緒でした。え、高校生なんですか？違いますよね、びっくりした。あ、ですよね大学生ですか？よりは上です。そうなんですか？そう、若くお見受けいたしますいくつぐらいに？10代だと思ってました、うん。19とか20歳かなぐらいの。全然違います、はい。お肌がすごい2人とも綺麗何か特別なことしてるんですか？特別は特にないです。ないですね。お風呂に入ってる顔洗ってかっちゃん先生がよく勧めてる、半身浴。あ、してます。あれは半身浴は巨人ファンもするからね。ね、そう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 、巨人ファンも半身浴はするやん。半身、そうそう、そういうよくしますね。いや、もう最初ね、高校生ぐらいかなと思った。パッと見ね、最初ね、私もで、よく見たら、あ、違うわって、お姉さんやわって思ったの。ありがとうございます。でも、20歳以上ってちょっと思ってなかったね。食事なんかもすごい気をつけてらっしゃいますか？食事はあんまり気をつけてない、はい、あら、ドクトロカちゃん健康にキス聞いてる？いや、でも若い間は ね、はい、ね、健康だったらね、悪いもの少々食べても大丈夫、うん。あ、そっか、ね、そっかそっか。でもキノコは好きです。あ、キノコ好き、さすが、キノコ好きです。素晴らしい。お菓子のキノコじゃない？あ、じゃないです。タケノコの里でもない。でもない素晴らしい、もう100点です。なんか、かちゃん先生に聞いてみたいこととかあったら、ぜひぜひ。ない？そんなことは急に振られたから、なんか目が回るんだって急には。そうか、うん、何でもいいですよ。まあね、もうこれから涼しくなるけど、寒くなるけど、はい、スキーとかは、あ、ボードに行きます。ボードに、はい、行きます。僕らの頃なかったもんね、ボードにね。いや、僕らのってラーってなかった、うん、ね、うん、あ、ボード、みんなボードやもんね。はい、今はみんなボードですね。ね、なんかおすすめがあるんですか、その寒いシーズンに？いや、別に聞いてみただけ。ウィンタースポーツ何するのかなって、うんうん、ね、結構行くよね。行きますね、はい。真っ黒になるでしょ。あ、もう日焼け止めはバッチリで、ガードで、はい、やっぱ焼けたら。もう日焼け止めここもするの？アイマスクで滑るとか。あ、でもマスクと、うん、あとゴーグル通して、うん、はい。かちゃん先生嬉しそうです。何いいよね、なんか楽しそうなかっちゃん先生がこういう風に見れるっていうのもね。ね、で、夏はやっぱり泳ぎに行くの？私は金槌なんて泳げないんですよ。で、この前一緒に海行ったんですね。で、泳ぎを教えてもらおうと思って一緒に入ったんですけど、ちょっと泳いだ先に足がつかなくなったんで、私が怖くなって、この海を思いっきり掴んで下に下に上で、そう、要するに、ね、泳げるというよりも足がつかないように立ってたわけね。最初はそうなんですけど、でも金槌でしょ。金槌っていうのはね、頭が沈んでね、お尻が浮くんですよ。あ、金槌だから、うん、カンカンカンとか全部沈む人はペンチって言うんですかね。あ、ペンチ、あ、じゃあ私ペンチかな。ペンチ、これからはペンチ、一緒にペンチになりかけた感じで。いやでも今日怖いよね、気をつけないとね。うん、ほんと、ほんと、うん、気をつけてください。はい、気をつけます、すいません。いやいや、そんなご無事で何よりでしたよね、ほんとにね、だけど海行ったりね、ね、まあ、ボード行ったり、ね、日焼け、ね、普通はするけど、まあ、それも気をつけてやってるんですね。肌も綺麗だしね。一応日焼け止めとかちゃんとして、はい、
ちゃんとしてます。シミサバカスとかも気になる。はい。じゃあまたあの今度ボード行った帰りに一回ね、はい、あのもう一度遊びに来てください。はい。わ、はい、かりました。はい。お待ちいたしております。はい、ということで本日はあきちゃんそしてえみちゃんという非常に可愛らしいキスナーにも登場してもらいました。毎週土曜日朝11時30分キス FM 神戸 89.9MHz で好評。放送中のドクターかっちゃん健康にキッス、ぜひ皆さんも健康に聞いてください。バイバーイ。ごめんね、みんな聞いてね。